ヤズルカヤは、ヒッタイト帝国の首都であるハットシャの聖域であり、現在のトルコのチョルム県にある。部屋 B の間外に刻まれたシャルマ人とトゥドハリア4世。紀元前1250から1220年頃、ヤズルカヤは、ヒッタイトの新域であり、ハットシャの門から歩いて行ける距離に位置していた。岩石の路頭群の中に形成された二つの主な部屋があった。 この屋根のない部屋への出入りは、入り口及びその前に設けられた建築物によって制御されていたが、今日では建築物の基礎のみが残る。現代において、最も印象的なものは部屋 A 及び B の筆体との神々を描いた間いのレリーフである。この聖域の用途の一つに新年を祝う祭儀があったかもしれない。ヤズルカヤは遅くとも、紀元前16世紀にはすでに使用されていたが、 石刻の大部分は、紀元前13世紀の筆体等をトゥドハリや四世及び、シュッピルリウマニ世の知世においてであり、この時代に、ヤズルカヤは大きく修復された。部屋 B のレリーフ。地下の十二神を描く最も印象的なのは部屋 A で、六十四の神々の行列を描いた間骸のレリーフがある。左の壁には、 伝統的なキルトと尖った靴、及び角のついた帽子を身につけた男性神の行列を表す。山の神々は岩山を象徴する、鱗模様のスカートを身につけている。右の壁は王冠と長いスカートを身につけた女神の行列を表す。唯一の例外は愛と戦争の女神であるシャウシュカであり、二人の女性を連れて男性神の行列の側に加わっている。 おそらくシャウシュカの戦争の女神としての男性的属性によるものであろう。行列の先は中央にあるヒッタイトの神々のうちの最高神の夫婦の情景へと続く。テシュプは二柱の山の神の上に立ち、ヘパとは氷の上に立っている。ヘパとの後ろには彼らの息子であるシャルマ、娘のアランズ、及び孫娘が描かれている。部屋 B は A よりも小さくて狭く、 レリーフの数も少ないが、より大きく、保存状態も優れている。この部屋は、ヒッタイトをツトドハリア4世の霊病、または記念堂の役割を果たしていたかもしれない。ヒッタイト人が他の文化の神々を、自らのパンテオンに、どのように同化する習慣があったかについて、ヤズルカヤにその証拠が残っていることに注目するのは、魅力的である。メソポタミアの知恵の神部が、 男性神の行列の中に見られ、またテシュブは、もともとフルリ人の神であったものが、ヒッタイトの嵐の神と集合したものである。ヘパトの本来の配偶者は、彼女とテシュブの間の息子に変えられた。後に、ヘパトは、ハッティ人の太陽の女神アリンナと集合した。ヒッタイトをハットシリ三世の日であるプドヘパは、フルリ人の神官の娘であり、彼女が、ヒッタイトの信仰に、 古利人の影響を増大させる役割を果たしたと考えられている。テクシエの本に見られるヤズルカヤのレリーフヤズルカヤはまた、アナトリア小形文字の初期の解読において重要な役割を果たした。1834年にフランスの旅行家シャルル・テクシエがヤズルカヤを訪れて小アジア旅行記において差し入れで紹介し、ヨーロッパにヤズルカヤが知られるようになった。 アーチボルドセースは神々の行列の国文がしばしば特定の文字から始まっていることに注目し、これが神を意味する限定符であることを指摘した。アナトリア象形文字は原則としてルブコを書くのに用いられるが、ヤズルカヤの国文では古り語の神々の名を表記している点で例外的である。ありがとうございます。